エアジャマイカはかつて存在したジャマイカの航空会社。同国のフラッグキャリアでありキングストンやモンテゴベから南北アメリカの都市へ路線を開設しているほか、ジャマイカ発着の貨物便では実に70%のシェアを誇るなどカリブ海地域で最大の航空会社である。ハブ空港はキングストンのノーマンマンレー国際空港とモンテゴ、ベのサングスター国際空港。これまでに 航空事故で死者を出したことがないことでも有名である。エアジャマイカは1968年にジャマイカ政府によって設立され、1969年によりキングストン、モンテゴベイの両都市とニューヨーク、マイアミを結ぶ路線の運行を始めた。会社の株式の大半はジャマイカ政府が保有していたが、運行開始にあたって運行技術や経営戦略のノウハウを提供した。 カナダのエアカナダも一部の株式を獲得していた。1970年代に入ると、エアジャマイカは急速に成長し、トロント、モントリオール、サンファン、フィラデルフィアといった北米大陸の都市やカリブ諸国の主要都市にも路線を広げていき、1974年からはダグラス、DC-8 を投入し、ヨーロッパへの長距離線にも進出した。その後、 1970年代後半から1980年代にかけては、その拡大も鈍化したもののボルティモアやアトランタに新たに就航したりダグラス DC-8 をダグラス DC-9 やボーイング727に変えたりするなど安定成長を見せた。1990年代に入っても成長は衰えず、英国航空が運航していたキングストン、ナスソー船を買収。 またデルタ航空とのコードシェア契約の成立により、フランクフルト、ロンドン、マンチェスター、サントドミンゴ、フォートローダーデール、そして後のロサンゼルス就航の足掛かりとなる、フェニックスへの進出に成功した。1994年ジャマイカ政府は、会社の民営化を発表し、25%を残し、残りの株式を売却した上でこのうちの5%を、 エアジャマイカの従業員に払い下げた。民営化後はこれまでのボーイングとマクドネルダグラスに代わり、エアバスから機材を購入するようになり、マイレージサービスの導入や機内紙の発行、同じカリブの国であるセントルシアに運行基地を設けるなど、積極的に事業を拡大していった。2004年12月には経営状態の悪化から再び国営化されたが、 現在は再び民営化するために、スペインやイギリス、アメリカの共同事業体と交渉中である、他中国国際航空の親会社である、チャイナナショナルアビエーションホールディングカンパニー、ラン航空、バージングループ、イベリア航空、そしてエミレーツ航空の親会社であるザ・エミレーツグループも、興味を示していると言われている。ヒースロー空港に着陸するエアバス A340 型機、 この他バージンアトランティック航空とのコードシェアでロンドンにも就航している。ありがとうございます。